はい、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日はですね、結構質問が多かったこちらの方回答していきたいなというふうに思います。僕なりの回なんですけれども、エウロペバルナとバルナディビジョンバルナ、どちらが優れているのか強いのかっていうのを今回、語っていきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。まあやっぱ結構質問とかが来てて、ディビジョン系召喚石を取りたいんですけれども、僕エウロペは持ってると、じゃあどうすればいいんだろうっていうふうな質問やっぱりあって、僕はでもそこに対する回答を今まで持ってなかったんですよ。でもやっぱ気になったんで今回計算してみた、で結論から言うと、対火属性においては基本的にバルナディビジョンバルナの方が優れている、エウロペバルナよりね、っていう風な印象を得た。でまあどういうことかっていうのをまず説明していくんだけど、基本的にまあここの単語とダメージの部分見てここの単語とダメージと HP の方を今回見てるんだけど、やっぱりバルナディビジョンバルナの方がエウロペバルナよりも HP が高いです。でどういうことかっていうと、それはフィンブルの存在ゆえにですね。でフィンブルっていうのが守護と渾身がついてるんですけど、こちらの守護の部分が結構重要な要素になっていて、この守護がかかるわけですよ。バルナディビジョンバルナは2個分かかるわけですよね。だから HP が飛躍的に上昇するんですよね。 HP がすごい上がる。で逆にエウロペバルナに関しては、エウロペは水属性攻撃力アップがかかる。でゼウス系バルナには守護にかかってくるから、守護上がるの1個分しかないですよね。だから HP の部分が 18,669、 こっちは 25,909、 まあこれここの部分は計算に適当にしたんで、まあ目安として見てもらえればいいんですけれども、まあ、要するに HP の部分でまず差ができているんですよ。で攻撃力の方がこちら22万になってて、こっちじゃあ25万になってると、じゃあ攻撃力はエウロペバルナの方が高いっていうことで大丈夫なんだねっていうふうに思うじゃないですか、普通の人だったら。でもちょっとそこは違ってくるんですね。どういうことかっていうと、属性攻撃力アップが入ってきた時に、ここの火力の部分っていうのは簡単に逆転してしまうっていうところ。だから今回だったら、じゃあ例えばだけど水属性のカーバンクルを使いましょう。ここの状況でね、水属性のカーバンクルを使ったら水属性のバフが 50%、 まあこれはカーオンでもいいし、カーオンだったら 60% ね、カーオンでもいいし水カーバンクルでもいいんだけど、例えば水属性バフ3ターンの間 50% を入れましょうっていう風になって入れたら、攻撃力が29万になりましたと。でこっちの方だったら30万なんですよ。差が完全に縮まってますよね。っていう風な感じで、属性攻撃力アップバフっていうのを入れるだけで、割と簡単にこちらの方を逆転してしまうんですよね。水カーバンクル入れるのめんどくさいじゃんっていう風に思うかもしんないんだけど、じゃあ例えばだけど、アルタイルの1アビリティ。これで水属性攻撃力が 30% バフされます。で、カタリナの奥義を入れましょう。カタリナの奥義は水属性攻撃力アップ 20%。これで 50% なんですよ。だから、アルタイル1アビを上がった時にパーンって使ったりとか、カタリナの奥義を使うだけで攻撃力がだいたいトントンぐらいになりつつ、まあ、その一瞬だけどね、一時的にだけど火力をそのエウロペと同じほどまで引き上げられて、さらに HP も同じだけになるとっていうような、使い方もできるんですよね。だからぶっちゃけさらに言うのであれば、例えばウーノとかカトル、10点臭ですね、10点臭をもし所持していませんよっていう風になった場合だったら、水属性だったらオメガウェポン、無垢剣ですね、無垢剣とかを使うことも十分採用考えられるんですよ。でその時にオメガソードを水にしました、例えばね、っていう風になったら、カオスルーダー、アルタイル、カタリナ、ユエル、まあ、今回こちらの編成でやってるのはカオスルーダー、アルタイル、カタリナ、ユエルで、例えばねやってみたとしましょう。剣得意が2人プラス主人公カオスルーダーなんで3人になるわけ。っていう風になってきたら、装備の編成にもオメガソードが入ってくるわけですよね。もしそれが水属性だったら、視点陣を抜いてメイン武器として、採用することが可能なわけじゃないですか。でそういう風になったら、奥義効果、オメガソードの奥義効果が輝いてくる。つまりオメガソードの奥義効果はダブルアタックと属性バフが各 30% ずつされるんですよね。割とこう奥義をするだけで、属性バフ30、30になってきて24万から24万、ここで大体ためにトントンになってくる。ここでアルタイルバフを入れてもいいしみたいな、
って考えるとやっぱりこう火力的なその優位性っていうのも属性攻撃力アップを盛るだけでわりかしこう簡単に覆せてしまうみたいな感じもあって、バルナディビジョンよりエウロペの方が優れているっていうケースは対無属性の場合を置いてないんですよね。つまり非属性相手に対して水属性を出したいと思っていますっていうようなケースであれば、基本的にバルナディビジョンバルナの方が上のことが多いんですよ。だから無属性はまた別、例えばアルティメットバハムートに使いたいっていうのであれば、非属性に対して水属性を出す場合って属性攻撃力ボーナスプラス 50% っていうのがデフォルトで入ってるんですよ。だから、ゼウスゼウスバルナバルナだったらそのプラス属性攻撃力プラス 50% っていうのが入ってる分、割と追いつきやすい環境になってるんだけど、対無属性の場合はそれがないから属性攻撃力バフっていうのがすげえかかるんですよね。見てもらいましょう。ここで15万ダメージになってんだけど、こっちは無属性相手だと18万ダメージ。こちらの差を覆すためには属性攻撃力アップが、まあ、プラス 50% ぐらい追加で必要なんだよね。だから属性バフを 100% 入れた時に、これでバルナディビジョンバルナが24万、エウロペバルナが23万、属性攻撃力バフを 100% 入れた時に初めて逆転するみたいな感じになっちゃうんですよね。っていう風に考えるとやっぱちょっと非現実的じゃないですか。例えばカーオンとかを使わなきゃそういう風にはそういう差をひっくるめて埋めることはできないっていう風に考えるとね、まあちょっとこうそういう風に考えると、無属性の場合、対無属性の場合だったらエウロペバルナの方が優れてるケースっていうのは多いことがある、多いのではないかなっていう風には思いました。ということで基本はまあ一長一短ではあるけれども、有利属性に対して出す、非属性に対して出す水属性っていう考え方でいくのであれば、まあどっちも取れるけどどうすればいいんだろうと、エウロペも持ってるけどバルナディビジョンって取った方がいいんだろうかって思うような人には、僕は取った方がいいんじゃないかなっていう風におすすめをしたいなっていう風に思っております。まあ、ただ他の要因もある。だからぶっちゃけそれが許容範囲内だと HP がちょっと減っちゃうけど僕はエウロペバルナで生きていけるんで大丈夫ですっていうのであれば、それはもちろん問題はない。ただじゃあ 最高のもの、現環境で最強のものっていうのはどれなんだろうっていうのであれば、僕は次に取れるバルナディビジョンを3突して、バルナディビジョンバルナをした方が効率がいいんじゃないかなっていう風に思ったということで、今回の動画はこれにて終わらせていただきたいと思います。参考になったらよければ高評価よろしくお願いします。それじゃあまたお会いしましょう。バイ。